Kona Miki. I'm your English teacher. How are you today? Good? Oh, good. Today, I'm going to teach how to pronounce こんにちは。スマホ留学サポート講師の並木優子です。今回は発音の課外レッスンになります。では早速ボードを見てください。こちら発音記号になるんですが、見たこと一度や二度あると思います。辞書を開くと、単語を調べて単語の下にですね、大抵の場合発音記号が載っているので、このマーク見たことがあります。これ、大体想像つくかもしれませんね。A と E が合わさった音、つまりあとえの中間音、こんなような音になります。でこれはですね、日本語にない母音の音になります。でつまりですね、日本語にはないので、きちんと正しい口の、形をですね意識して、練習しないとですね、この音を正しく発音するための筋肉が今は備わっていないんですね。筋トレです、発音っていうのは。今日の、課外レッスンの後半、かなりたくさんの、単語を使って「を集中的にトレーニングしていくので、もうこの動画見たら「が、だいぶ定着するんではないかなというふうに思います。はい。でですね、発音を、練習する前にちょっとスペルの、知識をつけた方がいいかなというふうに思ったので、ざっとまとめてみました。まず「の音は、ほぼ100% と言っていいでしょう。私例外見たことないですね。必ず A で表記されています。そしてそこにアクセントがつくっていうのが、もうほぼほぼ大抵 95% ぐらいです。なのでアクセントつくし A だし、もしかしたらその音は A かなっていうふうに、予想を立てながら新しい単語の発音とかをですね、意識するといいですね。そして、A で表記アクセントがつくは大前提なんですが、ちょっと例外があるんですね。例外1、その A の前後に他の母音ですね、 EIOU、 こちらがつくと A の音ではなくなってしまいます。例えばこれよく見る EAT ですね、これ EAT というふうには言いません。 eat です。そして下も boat というふうには発音しないですね。こちらは boat というふうになります。まず母音が、他の母音がくっつくと、の音ではなくなってしまう。あとですね、代表的な、例外は r がつくと r という音、 l がつくと o、W がつくと O、Y がつくと A というふうにやはり音が、変わります。で、私こちらもですね、漢字に似ているなというふうにすごく思うんですね。漢字も送り仮名が変わると読み方変わりますよね。それと考え方は本当に同じなんだっていうふうに思いますね。見た目は全然違うけど、もう概念は文字に対する考え方は同じっていうことですね。なのでそんなに難しいとか、なんでこういうルールがあると音が変わるのっていうふうに、パニックにならなくて大丈夫です。もう私たち漢字で普段やっていることなので、自然に、このあたりの、例外的な部分もすぐに受け入れられると思います。そしてマジック E がない。マジック E って聞いたことないですよね。これはもう普通の日本の学校じゃマジック E なんて私聞いたことがないので教わってないですね。これもとても重要なスペルのルールです。ここが分かると初めて見る単語の発音がだいぶ予想して正しく発音できるようになります。はい、ではざっとスペルのルールを、お伝えしました。では早速発音の練習に行きましょう。まずこの
音 A を正しく発音するためには、ちょっと前に行きますね。これ私中学校の時に、どんな風に発音したらいいかなっていろいろ研究してたんですが、あーと言ってから A の音に近づけるのがすごく難しかったので、その逆、 A と言ってからあーの音を出すと、綺麗に出ます、簡単に出ます。はい、ですのでまずあいうえ、えです。で、意識的に口を横に開いてください。えーですね。そしてこのえの形をしたままあの音を出すんですね。で、注意していただきたいのは、あというふうに口が丸くなってしまうと完全なあになってしまいます。完全なあではなく、えの音を残さないといけないので、口の形はえええ横に開いています。えーと言ってからあ、あ、え、え、下顎を下げるだけですね。え、え、えーと言ってからえ、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 下顎が下がってますね。はい、この音です。え、え、ですね。で、ぜひご自分が発した音をよく聞いてくださいね。あ、確かにえにも聞こえるし、え、え、え、あにも聞こえるなっていう音を探ってください。必ず分かります。はい、そしてでよくですね、生徒さんに私は音痴だからできませんっていうふうに、もう最初からできない宣言をされる方いるんですが、もうそんなことはないです。音痴の方でもえー、の音を出せてる人たくさんいるので、筋肉がただ発達していないだけです。この筋肉は意識してこうちゃんとトレーニングするとすぐつくので、定着するまでええの音を集中して練習しましょう。はい、では早速単語、練習しますね。こちらにドンと単語が、出るので、私の音を聞いて単語を見て、練習してください。復唱リピートしてください。こういう感じですね。 angry という感じで言ってきます。いきたいと思います。Are you ready? Angry. Handle. Jam. Kangaroo. Kangaroo. Lack. Manager. Nap.Panic. Transfer. Sample. Taxi. That. Valley. Wagon. Yankee.Zack. Oh, good job. You did a great job. はい、今回もう一気にええの音が入る単語20個やりましたね。お疲れ様です。どうでしょう。こうえの形をキープしたままええあの音を出す。相当口が横に開いているので。疲れますね。今私やっても、うん、疲れました。なので普段こうこの音を出している私でも疲れるので、あんまり意識して練習して、来なかった方にとっては相当疲れると思います。はい、ですがまだまだ、続きます。今は、単語だけなので、今度は、フレーズでですね練習していきましょう。 Are you ready? はい、いきます。Ask Sam and Zach to dance. Take a nap in that van. For example, Yankees fans are happy
but angry. Okay, good job. お疲れ様です。はい、では、軽く文法の説明ですね。意味の説明をします。Ask Sam and Zach to dance. Ask 人が入ります。この場合はサム君とザック君です。Sam, Zach ですね。に、to 不定詞で、何々をするようにお願いするっていう、これも便利なフレーズですね。よく使います。サム君とザックにダンスするようにお願いする。うん、この、フレーズといい、このサムとかザックっていうのもとてもこうよく聞くポピュラーな名前なので、英語を使う場合は、1,2,3,4 この、6単語の中に4つ A の音が入っているんですが、ごくごく自然なあり得るフレーズですね。あともう一つ、 Take a nap in that van. Take a nap は、お昼寝をするとか仮眠を取るです。 In that van、 あの van、 まあ van っていうのはワンボックスみたいな大きい車ですよね。あのバンの中で、仮眠を取る、うん、これも日常的にはあり得る状況ですし、やはり「の音たくさんこう使いますね。そして次、 For example、 の音ですね。 For example、 Yankees fans are happy but angry。 ヤンキーズのファン、や野球ですよね、ファンはハッピーだけど angry、 怒ってる。何があったんでしょうか。でもこれもやはり日常会話では、あり得る、フレーズですね。でこの音、何が言いたいかと言いますと、の音非常にたくさんあります。もうしょっちゅうしょっちゅう出てきます。言ってます。という音をこれだけ集中して意識すると、すぐに正しく発音できる筋肉が、発達するので、そうすればもう無意識に、というふうに、言えるようになります。ぜひですね、こちらの動画後半だけでもいいので、何度かですね、本当に毎日やるといいですね。そうすると、の音しっかりと定着して、で頻繁に出る音だからこそ、この音一つが変わると一気に英語の響きがかっこよくなります。もうこれ断言できます。A の音が綺麗だとすぐに分かります。あ、この人発音綺麗だなってすぐに気づきます。もうそれぐらい、数が多く出る、もう簡単にできるってことですね。もうぜひ、やってトレーニングしてみてください。 OK! Have a good day! Bye! あ、次回はマジックイーのお話しします。 Bye!